こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョービットワーを始めて、11年目に突入です。今回は練習試合を行いたいと思います。スタメンを微妙に入れ替えたいです。まなみもいい選手ですね。みゆきそんなにいい選手じゃないかも。リオもいい選手になりましたね。ということで、佐世保ドックス行ってみますか。あくまで練習試合なので。まあ、この辺で。早くも点取られてますね。どうしたものか。お、裏を書かれたよ。ふわっとやられました。このゲーム勝ち癖ついてないといけないんですかね。外に出されました。
さあもう3点かなり一方的です。ほとんどもう時間ないですね。うん、ボールの支配率は全然いいんですけどね。はい、ということで2試合目ですね。メンソーレ那覇、キーパーオメン、何に変わってくるスキーパーってくらい、このぐらいでいいでしょう。1人ずつぐらい変えて、いや強いチームですね。那覇は いいですね。お、早いな、ヘイロー。怖かった。機動戦士の強化も大事ですが、外へ蹴り出そうとします。おっと、あっさり取られてしまった。大きな手が離しています。こうなると課題をいただくことになりますからね。どんどん得たよと立て続けだ。3ピンチ、どんどん課題が増えていきます。
どうしたんだ？オフサイドですか？スマホの、この机にこうクランプして安定させる台あればいいなと今思いました。はい、試合終了です。いただきました。はい、というわけで2戦ともひどい結果でしたね。明日の選手はいい選手いないな。コスパに優れた選手っていないもんかな。結局育てていかなきゃいけないじゃないですか。となるとある程度いい選手が欲しい。いいですね、1。お、チンタを最初から、ま、ある程度は戦える。強い、ウーロン。ウーロンいいじゃないですか。オファーしてみませんか。でもこのくらいの選手だったらね、今高い選手ってジャネットなんですよね。ジャネット1試合も出てないな。ジャネットディフェンダーだったかな。ジャネットでもまだまだ育てるのにコスパ悪すぎますね。ということでさっきのチンタをちょっと思った、これ女性選手じゃないんだ。いいえ、そうだ、女性選手限定だったんだ。すっかりコンセプト忘れてしまいましたけど、女性選手じゃないということで、次回も練習試合やっていきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画の最後、おそらく関連動画、動画プレイリスト表示されると思います。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。